皆さんこんにちは、おむつです。今回の動画は我が家の家アメガエルの阿部が変な行動をしていたので動画に収めました。注目ください。めちゃめちゃおっさんみたいなあくびしてませんか？もうこのあくびがめちゃくちゃ可愛くて急いでカメラを回したんですけど、もうそしたら5回も10回もずっとあくびしてるんですよ。ほら、でもこれ一体どういうことなのかなと思ったら脱皮をしているようです。口を大きく開けて口の周りについている皮をうまく剥がしてるんですよね。いや、それにしても見事なおっさんのあくびです。目がちょっと引っ込むのも可愛いですし、ベロ結構綺麗なピンク色なんだなっていう感じがしますよね。ちょっと横向きにしてみると口の周りになんとなく脱皮皮残ってるの分かりますかね。この脱皮皮を外そうと頑張ってあくびをしているところでした。で、お迎えしてから結構2ヶ月ぐらいかな、時間が経ったんですけど、阿部結構でかくなってきてません？気づくと頭の上のコブみたいなのも垂れてきてますし、若干痩せていた体型もかなりふっくらとしてきました。その分全体のボリューム感が増してサイズ感もかなり大きくなったように感じます。まあ元から特大サイズのイアメガエルでしたが、まだまだ成長するようで、この子が一体どれだけでかくなるのか本当に楽しみです。ちなみにこちらが阿部のお尻です。ツノガエルとかだとこの角度から撮るとお尻の穴がくっきりと見えるんですけど、イアメガエルお尻の穴は見えません。多分穴の位置がちょっと絶妙なんでしょうね。いや、なんかすごくモラルがある感じでいいですね。人間に不快感を与えないようにお尻の穴は人に向けない、とってもいい生き物だと思います。今ちょっと恥じらいなのか動きが止まってしまっています。はい、流木に戻すと若干動き始めました。普段から行動速度このペースですよ。癒し系すぎませんか？トロ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 動くんですよね。そしてこの表情、顎の下に両手を持っていって、その上にちょっと首を乗っけるみたいな感じです。よく見ると鼻の穴がヒクヒクなってんのもすごい可愛いですよね。このサイズだからこそ気づく細かい体の変化です。で、サイズ感を伝えたいのでちょっとハンドリングをしてみます。まあ、両生類なのであんまり長い時間ハンドリングは良くないんですが、こうやって見てみるとこの子のサイズ感わかりますか？成人男性の手のひら、手の甲かと同じぐらいの大きさがあります。半端なくでかいですよね。で、まあ、全体さっきまで水に入ってたのでひんやりしてるんですけど、指先の粘着力もすごいので、もうひた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 くっつけられるとめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。で、かなり体重もあるとは思いますが、しっかりくっついてるので全然落ちる感じはしません。さすが普段木の上にいるツリーフロッグの仲間ですね。やっぱりイエアメガエルはこのおとなしさと飼育のしやすさからすごく人気があるペットなんだなと痛感します。今チャンネル虫さんの影響もあってイエアメガエル実は人気急上昇しているらしいんですよね。私はこの特大サイズに魅力を感じましたが、見た目のバリエーションも結構あって、青みが強いブルータイプとか、目がちょっと青い色をしているブルーアイ、あとは背中に綺麗な雪化粧をしているようなスノーフレークというタイプまでいます。興味があるという方はぜひヤフオクやイベントなどで見てみてください。今回の動画でイエアメガエルの魅力が少しでも伝わっていたら嬉しいです。それでは今回の動画を終了します。今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また Twitter や Instagram もやっていますので、こちらもぜひフォローをお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。